コートダジュールの海面海中から見た海面海面とは一般には海洋の水面、表面。海水面は即地学的には海洋の平均的な高さを示す。大気と海洋とはその境界面である海面を通して熱及び運動量等の形でエネルギーをやり取りしており、海洋物理学、気象学の観点から非常に重要な場となっている。平均海水面とは 一定の地域における高さの基準とするために定められる平均的な海水面の高さである。ある地点の平均海水面からの高さをその地点の海抜という平均海水面は静穏な水位すなわち潮汐風、波によって常に変化する海水面の一定期間の平均として求められる。海水面は実際の海面の変化や 観測点の高度の変化によって決まるが、現実には、長期的な平均値をとっても、海流や気圧変化、海水温、塩分濃度の変化などの影響を受ける。もし、これらの影響がなく、また、陸地や海底地形の影響がない場合には、平均海水面は、地球の等ポテンシャル面である、ジオイド面と一致する。 平均海水面とジオイドの差は海面形状学によって調べることができるが、全世界で最大プラスマイナス2メートル程度である。平均海水面は地球表面全体で一定であるわけではなく、例えばパナマ運河においては太平洋は大西洋よりも20センチメートル高い。日本では一部の離島を除いて東京湾の平均海水面を基準として、 土地の高さを表示している。これを東京湾平均海面という景気飛行方式での飛行では正確に信頼できる平均海水面からの高度と着陸目的の空港の高度の計測が必要であるため航空技術においては平均海水面は世界測地形に基づいた地球大円体を基準に GPS を利用して求めるようになってきている。 主に日本の漁業関連法令で用いられる。用語としては、以下の湖については、漁業法で海面として指定されている。海面と内水面の区分は、漁業権の設定や、漁業調整の方法など、漁業関係法令を適用する場合に、最も基礎となるものである。海面と河川の境界は、一般に川口両岸を結んだ線を境界とするが、 地形上川口両岩自体が半然としない場合もある。この場合は、淡水の流量や生態系の変化などを総合的に判断して決定される。1880年から2005年の海面変動、海水準変動及び海面上昇も参照地球上の海面は様々な要因で変動する。潮汐によって短いサイクルで広域的な変動が起こり、 洪水や津波などで局地的に変動が起こる。また、長いサイクルで見ると、気候変動によって海面が数百メートル変わる海水準変動も発生している。海水準変動という言葉は、主に地質時代の海面変動を指し、特に近年の上昇傾向にある海面変動は別に海面上昇と呼ばれる。ありがとうございます。